私、スーパー防災都市創造事業ということで、皆さんご存知の通り、自然災害大国日本では、災害のリスクですとか、それに伴う様々な社会ニーズが高まってきておりますというところで、私たち宮城県の企業バンテーブル宮城県の企業なんですけれども、東日本大震災を経験してですね、宮城県から被災地から新たな産業を生み出そうということで、今事業を進めておりまして、新しい防災産業の創造というものを大きくは目指しております。で、その中に4つの柱がありまして、物差し作り、社会システム作り、物作り、文化作りがありまして、今本事業で進めているのが、社会システム作りに当たるところ、になります。で、この社会システム、防災産業の創出につきましては、産官学連携を施行したプラットフォームということで、東北大学等をはじめとした、大学ですとか、あとは、自治体等と連携しながら進めているものになります。で、本事業、スーパー防災都市事業についてなんですけれども、考え方としては、防災っていうのは、なかなか平時で万全準備するのは難しくて、災害発生時のみ対応するので、倉庫のレンタルをはじめ、高コストになってしまうというところから、課題があると。で、また、災害が発生しないと知見が積み重ねられないというところで、特に自治体さんなんかは移動もありますので、そういったところでなかなか知見が積み重ねられないということを課題に感じております。これで、これらの課題から始めたのがスーパー防災都市というプロジェクトになります。本事業は、一応ですね、3カ年で計画をしておりまして、今が初年度の1年目、スーパー防災都市の候補地である5自治体を対象に、オペレーションの実験、実態調査等を行いまして、共通課題の認識ですとか、個別課題の調査を行っております。で、スーパー防災都市計画というのがどういったものかと言いますと、こちら今表示しております6項目を基軸に進めております。今実証実験として進めているのが、システム開発と行政改革の検討というところ、5番になります。で、この5番の、システム開発のところが、これから、ベルデータさんから説明するところなんですけれども、それ以外にもスーパー防災都市というのは、システムに限った話だけではなくて、弊社もともと防災の備蓄用ゼリーを作っている会社なんですけれども、そういった、ゼリーだけではなくて、それ以外に様々な防災に関するプロダクトだとかサービスですとか、そういったものを進めて、そういったものを実際に自治体に導入してみたり、避難所運営に活用してみることで、運営ができるか、実際に運営するときに対応できるかどうかというのを検証する事業となっております。では、実証実験のところについて、ベルデータさんからご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ベルデータの松尾と申します。よろしくお願いいたします。今回の実証事業の体制なんですけれども、ベルデータとバンテーブルが合同でやるような形になってまして、厚真町、余市町、渡里町、国見町、西粟倉村という形で実証の方をさせていただいてまして、主にワンテーブルさんとベルデータで共同で動くところっていうのが、防災の業務っていうところの課題の整理っていうところを一緒に動くような形でやっております。で、ベルデータ側の方で主に動くところっていうところが、シミュレーションシステムっていうものを作っているんですけれども、そちらの方のシステムの実証であったりとか、業務ですね。システムを使った業務のところの課題の整理とか、効率化みたいなところをやっていくという形で、ここに書いてあるような形の、実証1っていうところで、防災の業務の現状の調査をしながら、個別課題であったりとか、共通課題っていうことを洗い出していくというところがまず一つです。で、2番目で、シミュレーションシステムの方を使って、今、防災計画っていうものを考えながら、20% 問題って言ってるんですけれども、特にこう災害の弱者となりうる、乳児だったり幼児だったりとか、あるいは超高齢者とか、外国人ですね、そういった方々の、特に備蓄の食っていうところに、フォーカスを当てて、そちらがこう適切な備蓄になっているかどうかというようなところを調査していくというところをシミュレーションシステムを使いながらやっていくというところと、備蓄をこう管理していくような仕組みも持ってますので、その備蓄を管理していくっていうところにおいて、現行の、主に自治体さんの方でやってらっしゃるExcelの業務を、このシステム化していくことによって、業務をこう見直していったりとか、付加価値であったりとか、あるいは工数の削減ですね、そういったところをこう整理していくという形で進んでいってます。で、期待される効果としては、自治体のコスト削減とか、あるいは、自治体の中ではやはり引き継ぎがこうできないとかっていうような問題があるので、そういったところをシステムを使うことによって引き継ぎをしやすくしていったりとか、あるいは災害の弱者に対して取り残されないような、そういう社会づくりにつながっていくんじゃないかと思っています。あとはシステム化されていくことで、その賞味期限等の管理等もできてくるので、そこをこうベースにしながら廃棄をこう減らしていったりとか、持ち帰っていくようなこう備蓄を増やしていくということで、備蓄管理っていうところの、より生産性の向上ですね、そういったところを目指していきたいと思っています。はい、次のページです。でプラットフォーム、システムのイメージなんですけれども、上側にちょっと2つあるのが、シミュレーションのシステムのイメージになってまして、避難時のどのぐらいの日にちであるとか、そういったところを入力することによって、その自治体の、人口動態による、シミュレーションをさせていただきまして、この人の備蓄っていうのがどのぐらいあるかというようなところを数値化していくというところで、例えば乳児で備蓄が足りてないであったりとか、幼児の方で備蓄が足りてないであったりとか、そういったところが分かるようなシミュレーションシステムと、下側の方で自治体の方の備蓄の管理をしていくような、そういった形のプラットフォームを作っております。で我々の方でこのプラットフォームを使いながら、もちろんこのプラットフォームをサービス化して、使用料といただいていくというような形のモデル作りっていうところも一つ目指しておりますし、あとは、例えばローリングストックとかシェアリングみたいな、そういうようなサービス化ですねっていうところも目指していきたいと思ってますので、この実証事業を起点にして、プラットフォームの使用料っていうところとか、あるいはここから派生するサービスですね、そういったものを作っていきたいなというふうに思っています。あとは事業の進捗の方ですけれども、当初の予定では5自治体を順次回っていって、実証の1から2っていうところをやっていくような、そういうような形で考えていたんですけれども、まず1回ちょっと全体の、全自治体のヒアリングを始めていく中で、やはり各自治体で課題等がいろいろあるので、というところと、あと、自治体さんの方からも情報共有しながら進めていきたいというお話もあったので、今はどちらかというと、その順繰り進めるっていうよりは、同じぐらいのステップを各自治体と合わせながら進めていくという形で、今進めていってます。ですので、実証のその1っていうところの、業務の課題整理ですね、そこを今、本格的にやり始めているというところのステップになっております。簡単に実証の内容としては、今のところ、こういった形で進んでいます。